ちは柴田です。今回はエドワーズのレスポールタイプをレビューです。こちらエドワーズの8号です。 SD っていうのはセイモアダンカンですね。エドワーズといえばダンカンのピックアップが乗ってるっていうのが魅力の一つではあるんですけれども、なんとなんとですね、今後発売されるエドワーズのレスポールタイプにはダンカンが乗らないという発表がされました。今後ね、必ず高騰すると思うんですけれども、いいなと思った方はぜひぜひですね、早めにチェックした方が良いと思います。今ね、125になってるんですよね。これが一番初期型の8号。まあ要はですね、定価が8万5千円だったのが今12万5千円になって、しかも弾丸ではなくなると。ということはやっぱり中古でエドワーズ探すのが一番いいんじゃないかと。まあそんな中ですね、エドワーズ何本か僕レビューしてきてはいるんですけれども、今回この8号を千葉管楽器で借りてきたのはですね、理由がございまして、8号の時はですね、ネックが太いというのをとあるブログの記事で読みまして、一度自分でも確かめてみたいなとは思っていたんですが、実際にこうして持つとですね、確かにネック太いです。直近のエドワーズの125とか、あと98とか、あと108もうね、トン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 ってね、値段が上がってるんですけれども、これはね、確実にネックが太いです。で、エドワーズのね、このレスポールの特徴としてはですね、このアーチがね、ここがね、彫りがね、ギブスよりも深いんですよね。こう谷があって山があるという風な感じになっております。で、マホガニーのボディにメイプルのトップ、これ綺麗なメイプルですね。まあ、第一印象としては、まあ非常に重いということなんですけれども、現代の125とね、そんなに質は変わんないんじゃないかなという風な感じがします。ただ先ほどお伝えした通りね、ネックはね、断然こっちの方がいいですね。僕が持ってるギブソンの94のレスポールよりは太くて、58のカスタムショップよりは細い、まあ、かなりね、絶妙なラインでね、いいとこなんじゃないかなという感じです。では生音いきます。うん、国産らしい生音、ギブソンのような重量感がある感じではなくて、国産のこう爽やかに抜けていく感じの生音ですね。ではクリーンでいきましょうか。うん、重さはないんですけれども、いろんなジャンルにね、こう対応できそうな感じの、うん、オールマイティな感じしますね。まあ、ちょっと歪ませてみましょう。歪ませたらね、ダンカンらしさがね、出てくるんじゃないかなと。ですけれども、まだまだ若々しい感じの音ですね。ハイゲイン系でいってみましょうか。
マイティーな感じでね、非常にいいと思います。ギブソンとはね、またちょっと違うんですけど、武骨すぎないレスポールというか、ミックスの音なんかもね、非常に綺麗なんで、ちょっとこれもう少しちょっとリアをね絞って、聞きいただいた通り、もちろん歪みもしっかりしてますし、洒落たカッティングというか、こう抜けのいいカッティング、そっちにも、ね、全然対応できるようなねギターになっているかと思います。今後ね、セイモア・ダンカンの乗ったこのエドワーズはね、高騰していく可能性が非常に高いですので、今のうちに皆さんチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。島田でした。